野での直政の活躍は目覚ましかった。だが彼はますます孤立を深めていく。直政の厳しすぎる姿勢は徳川陣営にはなかなか理解されなかったのである。そんな中、長篠で徳川と共闘した天下人織田信長が配下の明智光秀に討たれ死去。天下を束ねる者が消え、日の本の各地で領土争いが再燃する。織田が支配していた甲斐信濃の旧武田領も徳川、上杉、北条、真田の格好の標的にされた。この領地争いを優位にすべく、家康は上杉と連合、直政ら主力を率いて万全の体制で旧武田領に侵攻した。神聖の将、天正神武の乱。最善を尽くす、それだけだ。直政は面白い。忠勝にあれだけものを言える将はない。半蔵様、面白がっている場合ではありません。なぜ直政様は父上といつも喧嘩を。直政のあの危うい一途さ、それは己が戸ざまゆえ。おそらく母が苦労する姿も見てきたんだ。ゆえに必死に殿のため働いている。そんな直政には殿との結びつきがもともと強い譜代という身分の者たちが気に入らぬのだ。特にその筆頭格の忠勝がな。そうなのですか。父上も大人なのだから受け止めてあげればいいのに。あれが
忠勝流の愛情表現ではないのか。そうですね。でも父上もきっと苦労しているわ。あんな猪突猛進な直政様が相手ですもの。いや、慣れたものだと思う。新入り、自分が皆から敬遠されておると知って寂しいか。寂しいとかくだらない。俺はいつも徳川のことしか考えていませんから。忠勝様、いつからなんですか。徳川の将が皆傷を恐れ弱くなったのだ。三方ヶ原の戦いでは皆果敢に戦ったと聞いています。なのに今はダメです。ダメすぎます。皆も三方ヶ原を経験しておらぬ新入りに言われたくはなかろうな。あの地獄を経験したからこそ皆慎重になった。そして団結するようになったのだ。独りよがりの突出が引き起こすは悲劇。徳川の将は皆分かっておる。一人を除いてな。あなたも回りくどいですね。俺の行動が間違っていると言いたいんでしょ。だったら俺以上に働いてください。俺以上に徳川に対して最善を尽くしてください。無傷ばかり誇ってないで、名誉の傷の一つや二つ作ってください。少子、拙者が目指すはただ勝利のみ。傷を作るために戦をしているわけではない。存分に死地に飛び込め新入り。その傷が致命傷にならぬことをせいぜい祈ろう。様の給料は渡さぬ。英雄上杉と協力し王業真田を駆逐せる。開門。家康様、織田信長あの死を超え戦って、俺の徳川のため最善を尽くす。徳川軍の方々、これよりは一致団結し、武義の空き巣狙いを追い払いましょうぞ。家康様と上杉景勝、どちらも守るべしか。必ず成し遂げてみせる。敵将を討ち取った。一番役、徳川と上杉が相手がよ。正幸、てめえのずる賢い戦には期待してるぜ。お任せな。真田の軍略、両軍を競うしてくれ。敵は北条と真田か。侮れぬ。最善を尽くしたまで。開門。上杉と共に進めよう。西を抜かれたか。羊ヶ崎館で迎え撃て。あれ式の敵、俺一人で十分。巨大の方々の力は借りません。
法ができて、徳川を崩す糸口を見つけたぞ。神言法の巨漢ツツジが咲き上がった。まさか増兵どもに踏み荒らされようとは。味方の神父城が敵に狙われておる。早めに排除せねば。あっぱれ。宇治康、混沌の民を連れてきたぞ。信濃の黒人にまで手を回しておったとは。相模の志士宇治康公、いまだ衰えず。いいか家訓、戦場に迷いは無用、真っ向敵に当たるべし。うりゃー、戦っている母上は迷いがなく全力だ。あの勇敢な背中にいつも励まされた。まだ程度では俺に傷一つ残せない。このままでは黒人衆に背後をつかれる。急ぎ排除せねば。本当に引き込んでいた。敵将討ち取った。母上、もう俺は子供ではありません。自分で考え働いて家康様に尽くします。なんか反抗期って感じでいい。もっと強く拒んで。キラキラした目で見るのやめてもらえますか。母上、最善を尽くしたまでだ。サブリ、我が血もたぎるわ。急げ。我が甲にしてくれるわ。ストー敵将討ち取った。しますぞ。よし、これにより行くぞ。この程度で満足ってことはないですよね。
取った。最善を尽くしたまでだ。開門！備えを継いだという若武者か。残念だが赤は雪村の方が似合っている。開門！そんな挑発など無用。どのみち真田の長男は撃たねばならぬ。重点的に狙うつもりか。向かう手間も省ける。
死の情けをもって救援いたす。また増やしたか。味方は勝手に油断して敗走しただけです。あと2回新入りはやめてください。真田の小僧の策に敵も哀れでやめる。この気に乗じて攻めるぜ。開門。北条が敗れた今、我らも引くべきかと。父上、しんがりはお任せくだされ。うん、雪村なら手を預けても安心よ。全員撤退せよ。開門。敵将討ち取った。耐えきれん、行かせてもらう。押し通す。これほどとはな。見事徳川の戦法に直政ありよ。最善を尽くしたまでだ。
それに傷一つ残せない。この程度で満足ってことはないですよね。もう構わないでください。俺が最善を尽くし、徳川が勝つ。それの何が問題？本当にそう思っているのか、新入り。お前が最善を尽くすことができるのは何故か、お前がしくじっても怪我で済んでいるのは何故か、お前が見ておらぬところで味方が必死に戦っているからではないか。味方の功を共に喜び、味方の失策を共に補う、それが徳川の戦。そこに譜代も戸様もない。そして徳川にとっての最善、殿の望むものは一人の力で成し得るものでもない。しかし殿の進む道は険しい。皆で力を合わせて殿の背中を押さねばならぬ。お前とならばと思ったのだが、新入りは所詮新入りということよ。